ヤクルトが1点を取ってからはもう西武がいつ追いつく追いつくという感じですが、まあ、その都度ヤクルトがしのいでいます。いいプレーが多いですよ ね、 そうですね、先ほどの田辺の打ったライト後方した土橋ですか、はい、あのプレーも素晴らしいプレーでしたし、ね、今の井田もちろんそうですよね。ヤクルトは川崎続投、西武はチャンスを逃してピッチャーをこうつないできて、いわゆるこの3枚ストッパーを全部出してきました、はい、塩崎を出してきましたが依然としてリードされています。4人目の塩崎、このシリーズは第3戦について昨日に続く登板になります。3人の抑えが出てくるゲーム展開を予想されましたが、このシリーズ、はい、西武が1対0とリードされて出てくるとは思いませんでしたね。そうですね、リードしてる場面、逆に西武がリードしてる場面ではもうこういう系統っていうのは ね、 そうですね、当然考えられるんですけども、3番の古田から始まります。この西武の、失礼、ヤクルトの8回の攻撃によって次の西武9回の表の攻撃でピッチャーというのもやっぱり考えられますね。このまますんなりいったらちょっと川崎9回清原から始まる打線を考えたら、はい、思い切って頭からという高津にね、スイッチしてくるような感じもしますよね、まあ、ここで1点ぐらい取れれば、はい、その川崎でまだいけるというふうに読むでしょうけども、古田は2000以降調子を落としていましたが、今日は第2打席にセンター前ヒットライナーで打っています。昨日は2人目のピッチャーとして登板して渡辺久信をリリーフします。8回途中から最後まで投げました塩崎。1回と3分の1、打者4人、16球の投球でした塩崎。今日2安打の広沢。レフト前とセンター前、打った相手はいずれも石井です。塩崎はレギュラーシーズンが53試合に登板しました。2年連続のいわゆる胴上げ投手になりました塩崎。6勝、そして西武は8つ。防御率が 1.18 というこの数字が素晴らしいですね。ツーアウト。今年の投球については田村さんはシーズン中はどんな印象でしたか、この塩崎は。やっぱり良かったですよね。これ石井ですね、先発しました。どうぞ、はい、キレがやっぱりいいんですよね。で杉山、それにこの塩崎ですか、綺麗で勝負するピッチャーなんで、やっぱり最後までキレがその落ちなかったというか、変わらなかったですよね。あれ田村さん、日本ハム戦でしたかね、一人一殺といいますか
僕が塩崎君にショートゴロで打たれました。塩崎投手は田村さんを、はい、あ、そうですか。ハウエ、1イニングに3人のピッチャーを、ね、使うという豪華リレーもありました。一応川崎が投球練習はしてますね、うん、まあですけども、次は4番の清原から9回の攻撃。あそこでキャッチボールするということはまだベンチから川崎には変わるとかなんとか言ってないということですよね、うん、山田さん、随分このハーベルに対しては去年もそうですが、思い切ってインサイド攻めますね、そろそろもうインサイド厳しくこう攻め出しましたよね、ただハーベルも去年のシリーズと少し違うのは、その慌ててないですよね、はいはい、あそこのボールがどうしてももう投げられるものです。慌てて打ちに行って空振りしたりボン出したりしたんですけども、ゆっくり見れてますよね。なるほど、よく見るんですよね。ハブルの今年の日本シリーズの特徴ですね。なんか今塩崎の顔も振らないなって感じでしたね、そうですよね、まあ、これはバッターとしますと手が出そうな感じのところからスポーンと落ちてくるんですけどね、塩崎独特のシンカーですね、はい、それでハウエルは今日3つ目のフォアボール。ゲーマーを迎えて、これは田村さんどんなこと言ってるんでしょう、想像してください。やっぱりここはもう行ってもやらないところなんで、はい、まあ、ランナーを気にしないでバッターに集中していこうっていう感じじゃないですかね。6番の池山、両チームを通じて唯一の得点を叩き出しているバッター。2回目のバッターボックスのライトへの犠牲フライです。スリーアウト。1点差のまま9回を迎えます。